デンベルク通り駅グムンデンコハン駅間の参戦、機乗。グムンデンフォルフドルフ線は、シュターンハッファール旅客交通の鉄道線の名称である。路線番号は161。グムンデンコハン、グムンデンクロスター広場間は、平用軌道となっている。2018年9月1日に、グムンデン軌道線のフランツヨーゼフ広場駅グロスター広場駅間が開業し、 グムンデン起動線との直通運転を実施した。当線の平用軌動区間であった、グロスター広場駅グムンデン湖畔駅間は、グムンデン起動線に編入された。かつて、ラートハウス広場に、オーストリア国鉄ランバフハグムンデン地方線の前身となったブドバイスリンツグムンデン馬車鉄道の終点があり、グムンデン起動線のラートハウス広場駅とエンゲルホフ地方線駅の間のルートは、 馬車鉄道のルートと類似している。2019年度のダイヤで、グムンデン起動線も161号線に編入された。以下では、グムンデンフォルフドルフの駅と営業キロ、停車列車、接続路線などを一覧表で示す。なお、すべて各駅停車である。2018年9月開業。2018年9月開業。ありがとうございます。